久保さんなんかあのお客さんからメ,メール入っててなんか前勤めてた会社が潰れたらしいです倒産したらしいですねでまあメールで書いてあったのがえー、っとやはり吉谷さんこれからのなんか出版業界らしいんですけども出版業界厳しいらしいですねやっぱでなんか吉谷さんがおっしゃる通り 高架下の食堂的な商売の形がいいですねと。うん。まあ僕がね提唱してるのは大きくしないっていうね。で、大きくしなくて、なおかつ利益,利益が高い、まあ情報ビジネスやるっていうね。うん。で、えっ、ー、と、経費も、えー、最初に抑えると。まあこれはね、稲森和夫さんの利益最小、なんだっけな、稲森和夫さんの言葉でもあるんですよね。 稲盛和、えっ、えー、と、経費最小、あ、あこの京セラの第五稲盛経営十二か条の第五条ですね。稲盛、稲盛経営十二か条の第五条ですね。売上を最大伸ばし、経費を最小限に抑えると。 売上を最大限に伸ばし経費を最小限に抑えると入る量入る量って出ずる出ずるを制する利益は後とからついてくるとそうあの利益を後から出すためには先のそのなんだ経費が出ちゃったら利益後からクソもないっていうか <laughs> うん この経費を最初今ね僕が楽ない理由はやっぱいろんな経験してやっぱ経費がねすげえやっぱかかるなんかその利益が出るビジネスやってんのに経費めっちゃ出るみたいな人件費まあ久保さんはその人件費に関しては非常にあのご理解いただけるとは思いますけど本当ね人件費ほど一番経費食うのってないんですよ人件費プラス時間っていう経費も取られるし そうあと雇用していくその何すかね新しくまあ全員がずっと定着するわけではないので雇用するための時間だからね当時僕はハローワークにも行っていろんな手続きとかもしたりとかまあいろんな出向求人のとこに出向したりとかもそういう時間も使ってで面接という時間も使ったりとかうーん。 だからまあお金と労力とあ時間と精神力を奪われるっていうね <laughs>、うん。だから経費最小にして売り上げを最大に伸ばすっていうのが非常に僕は大事かなと思いますね。これからの時代は。い、うん、ってらっしゃい。